巨人が阪神から点が取れない理由。何？岡本のせい。なんかいつ見ても2点以下だよね。どん底揃いだからや。10年くらいかもり続けた反動。タイムリーでないからどの球団からも点取れてないぞ。無駄にヒットは打つけどいつも併殺だ。これで3勝8敗1分け。巨人とベース見てるとどん底が単打打ったところで絶対帰ってこれないってのがわかるよな。ヒットの数だけが無駄に増えていく。お声がいないから。そういやお声今どうしてるんや。3点以上取ったのに試合しかないのか。大城にバントさせて次の雑魚に打たせるのやめえや。制球 EP が多いから4球取れずにソロだけ打って沈黙。広島にもこんな感じだからカモにされてる。ランナーいる時にホームラン打てればいいんだけど基本ソロだから。阿部とかいうチート選手がいなくなったらこんなもんやろ。あいつはマジでヤバかった。チャンスに弱くて残塁祭り。坂本がいないから。阪神だって点取れてないからお互い様や。阪神も今の菅野なんかを打ち崩せなかったからな。主に島田のせいで。というか昔から菅野が甲子園得意すぎるんよ。甲子園で菅野打てた試合思い浮かばんわ。かもやな。2010年代はカモにしてたのにここ数年マジで逆にカモられててくさ。あと巨人戦は佐藤が結構打つ。佐藤ってバカにされてるけど球遅いピッチャーにとってはかなり脅威だろ。まあ阪神の投手を巨人の打者が打てないのが一番の原因なんだろうね。最終回に岩崎が先頭打者を死球で歩かせてチャンスをもらいながら直後にゲッツーとか典型的な例だったな。阪神から点取れるチームはないやろ。防御率2点台やん。中日とか普通に点取ってくるぞ。西純に5回で7安打3四球取ってながら得点はわずか2点ってのが全てやね。勝てない理由は佐藤にボコられてるからやろうな。巨人の濃厚連中が佐藤の好物なんやろな。でかいやつと岡本が打たんかったらこんなもんやろ。でも足も出ないのと勝負どころで1本が出ないのを永遠に繰り返すモードに入ってるから。